も、上方護衛艦の収益が、かなり急ピッチで進む中、2023年3月には、4番艦のみ、熊も収益します。建造能力もすごいのですが、何よりもが、味方の性能が、異次元との情報をキャッチしました。今回は、この三熊護衛艦収益間近と、その性能を詳しく見ていきますね。ロシア海軍のアドミラル艦が沈没していたけど、アンナのより数段性能はいいですし、少人数化が、世界も驚きだと感じています。中国の055型とは別物です。2023年を迎えた日本では、昨年末に閣議決定された安保関連3文書の内容に基づいた防衛力の強化が各分野で具体的に進められていくこととなり、従来と異なり反撃能力を有する装備の拡充が注目を集めている。そこでは、有事の際に敵の領域内への攻撃を行い得る兵器として、スタンドオフミサイルの重要性が大きく打ち出されており、12式地対艦誘導弾の能力向上型や、島嶼防衛用の高速滑空弾などの開発と配備が、大きなウェイトを占める。確かに、ここまでの大掛かりな自衛隊の装備のベクトルの見直しは、近年稀に見る戦略、戦術の大転換であり、昨年2022年の参議院議員選挙で、与党である自民、公明両党が勝利を収めていなければ政治的にも困難だったと予想される。また、昨年2月にロシア・ウクライナ戦争が生起したことが日本のこうした防衛政策の転換にとっては言い方は悪いかもしれないがある種の追い風になった側面も否定できず、防衛費の増額を打ち出しやすい空気を醸成した感もある。そうした意味で、日本の防衛政策という視点からは激動とも言うべき変化が感じられらた2022年だったが、海上自衛隊の新型護衛艦として従来にない多目的な艦艇であるもが味方が収益を開始したことも特筆に値するだろう。海上自衛隊の最新鋭の護衛艦であるもが味方は2022年3月に2番艦の熊野、翌4月に、1番艦で、ネームシップの、も、がみ、そして、年末の12月に、3番艦の、の城が収益を果たし、日本の海を守る一員に加わっている。そして、今年2023年は、ここに、さらに、3月の予定で、4番艦の、三熊、年末の12月に、5番艦の、矢作が収益を迎える計画となっており、今年を含めて、1年で、2隻ずつ、がしばらくの間継続して増加していく、状況となっている。現時点では、これらもが、味方護衛艦は、全体で、22隻の建造が見込まれており、1艦種を長期間運用することについての弊害も指摘されつつも、おおむね収益から数えて、40年間ほどが、使用期間として想定されている状態である、も、が、味方護衛艦は、海上自衛隊の艦艇として、これまでになかった FFM という、新たな艦種記号を冠されているが、これには、艦艇の規模を示す、フリゲート艦の意味と、多用途、機雷を指し示す意味とが込められていると、解釈されている。海上自衛隊では、近年は、一定規模以上の艦艇を、すべて護衛艦という呼称で統一しているため、フリゲート艦という区分は、アメリカからの供与を受け、1950年代から1970年代まで運用されていた、クス型護衛艦以来となった。そうした新たな艦種記号、FFM を冠されたもが味方護衛艦は、基準排水量が3900トン。満載排水量が5500トン、全長が 133.0m、全幅が 16.3m、深さが 9.0m の規模を誇り、世界的に見て、フリゲート艦としても、
大柄な部類に入る。ちょうど2023年1月4日にはロシア海軍の最新鋭のフリゲート艦であるアドミラル・ゴルシコフ級フリゲートの一番艦アドミラル・ゴルシコフが極超音速兵器のツィルコンを搭載して航行に出たことが報じられた。ロシア・ウクライナ戦争においてこのところ地上戦で芳しい戦果を訴求できていないロシアのプーチン大統領はこのアドミラル・ゴルシコフを航行させることで NATO 加盟国に対して恫喝する材料を増やした形である。ロシアが喧伝するほどにツィルコンが NATO 加盟国に対して効果を発揮するのかは現時点では何とも言えないが、ロシア側曰くは射程距離で 1000km 以上、飛翔速度はマッハ9以上のため迎撃は困難だと主張している。このツィルコンを実装するとされるアドミラル・ゴルシコフだが、基準排水量が4500トン、満載排水量が5400トン、全長が 135.0m、全幅が 16.0m の規模であり、も、が、身型護衛艦とかなり近似値である。ただし、海上自衛隊のもが身型護衛艦と、ロシア海軍のアドミラル・ゴルシコフ級フリゲートの最大の違いは、その主兵装にあり、前者が、最大で、VLS、垂直発射艦を、16セル搭載可能な前者に比して、後者は、倍の32セルを装備している。そうした兵装の面からも感じられるも、が、身型護衛艦の特徴は、水上戦闘艦として、重武装に振らず、対空、対艦、対戦闘のバランスの取れた兵装と、機雷の除去と、施設の能力を付与された多用途艦である点に、尽きるだろう。それらに加えてもが、身型護衛艦は、対艦のイメージ通りに、従来艦に比して、大幅にステルス性を考慮した設計となっており、中国海軍による、南西諸島方面への圧力に対抗する上で、多用途性に、重きを置いたことが伺える。も、が身型護衛艦は、これまでのところ、おおむね、一隻あたりの単価では、500億円弱の建造費であることが、明かされているが、海上自衛隊では、これらよりさらに安価で小型な艦艇である、哨戒艦も、今後は建造していく、方針を打ち出している。結果として、最後の防衛計画の対抗となった2018年分の同文書の中で初めて言及された哨戒艦は一隻あたりの建造費がおよそ90億円という定額な小型の艦艇であり、どちらかといえば海上保安庁の巡視船に近い印象を受ける。哨戒艦は基準排水量が1920トン、全長 95.0m、全幅 12.0m ほどの艦体に、ディーゼル機関と電気推進を合わせたのコッドラード方式を採用。最高速度は20ノットほどで、搭載する兵装も30ミリ機関砲程度と考えられている。こうした哨戒艦やもが、身型護衛艦の使用を鑑みるに、今後の海上自衛隊は、ますます激しさを増すことが予想される南西諸島方面に対して、消費と化を図った小型艦艇での監視任務を強化しようとしていることが見て取れるだろう。その意味において、浜屋型などの大型のイージス護衛艦や、イージスアショアの代替を担う艦艇として、計画が進み、新造されるイージスシステム搭載艦らと並行して、小回りの効く艦艇を増加させる方針だと解釈される。ちなみにもが身型護衛艦は、直接的には、沿岸防衛用に設計、建造されたアブクマ型護衛艦、艦首記号は、DE の後継艦にあたり、同艦は、基準排水量2000トン、満載排水量2900トン、全長 109.0 メートル、
全幅 13.4 メートルの規模であった。阿武隈型護衛艦は、1番艦で、ネームシップの阿武隈が、1989年、最終6番艦のトネは、1993年に収益をしているが、すでにトネであっても、艦齢は今年で30年を迎えることから、遠くない将来での退役が見込まれる。すでに、阿武隈型護衛艦の前級であり、1983年と1984年に2隻のみが建造され、多遊割型は、すでに2010年に退役を迎えており、海上自衛隊としても保有、運用する艦艇の新陳代謝を、必要な防衛力との兼ね合いの上で進めていくことが、急務となっている。必要とされる乗組員の定数から見た場合、阿武隈型護衛艦は約120名。もが、身型護衛艦は、これよりも、はるかに艦隊が大型化しているにもかかわらず、約90名と、非常に少ない人数での運用が可能なほどに、省人化が図られている。しかし、日本の少子高齢化の傾向は、ますます加速する上、慢性的な人員不足に直面している海上自衛隊にとっては、その数であっても、必要数を充足させることは容易ではなく、防衛費の増額は図れたものの、課題は尽きない。陸上自衛隊や航空自衛隊に比しても、海上自衛隊で、艦艇への勤務になれば、携帯やスマホが、ほとんど使用できない、環境下に置かれるため、そうした勤務への希望者は、圧倒的に少ないであろうことは、想像に難くないのが、現実だと言えそうだ。